うわ、これか、せ、うぅーいませんディスクロニア、クロノスオルタネイト。やあ、せつなけいすきだよ。このゲーム、第一章完結までしたんですけど、ちょっとね、やり残したことがあるんですよ。というのも、クリアした後、記憶をたどるっていうモードが追加されてまして、まあ、こっから1日目から3日目の、まあ、分岐に関する部分に飛べるようになってるんですけど、問題は、2日目、これです。見てもらったら分かる通りね、ここ分岐してて真ん中のルート通れてないんですよ。だからこれを今回ね、この真ん中のルートをちょっとね、調査してみたいと思います。ここやね。こ。来た。あの人は今回もラウンジにいるのかな。ところやね。でもってだ、1回目は確かさ、その、アイリの提案飲んで、ケース盗賊のことスルーして、その、アイリさんのとこ行ったんで、あの人は、その、どうする?ケース盗賊の方をね、気にする感じ。放っておくには気になることが多すぎる。おるね、今回も。ねえねえ、あのおじさんとは、前に来た時もお話ししてるんでしょ?そうなんだよ、という展開は前も来たよね。今度はここに隠れどうしようかってなるんやな。やけんここに隠れての方を選ぶんよ今回。こうしたらおそらく博士の家に行くタイミングが遅くなるんで、それで分岐が始まるわけじゃ。しーなの、しばらくここで様子を見るなの。予想見るだってさ、あのおっさん、座って紅茶飲みよるだけやけんな。なんか怒るんかって言ったら怒らなさそうな感じがするんやけどな。なんかあるんかな。だろうね。だろうね。それなんも起こらんわね。話しかけんかったらケース盗賊ってどこ行く予定だったんだろうな、これ。ハル、気を抜いちゃダメなの。我慢なの。そうだね、張り込みは操作の基本ですからね。これドジっ子だったらさ、なんかここら辺に石とかなんか物が立つようなものを蹴飛ばしてさ、ガンガンガン倒れるぞみたいな感じになるけどね。しかしさ、こんなんさ監視しとって何か起こるんかな。あ、来たなの。あれ、アッシュセン来た。まあアッシュの立場からしてさ、まあ重要参考人に話しかけに行くっていうのは別におかしいことではないんやけど、ちょっと意外な感じがする。ああ、教えてくれよ。博士を殺したのはあんたか。ド直球だね。なんでそう思う。あんたは俺の流した情報を信じてここに来たんだろ。え、それなら危険を排除するためにあの博士を殺してもおかしくない。どういうこっちゃ。バカげた話だ。何の話をしてるんだ。流した話って何。アシュセン、何を流した。お前ツイッターとかに。お前さ、俺のことを他の都市からの諜報員か何かと勘違いしてるな。違うのか。旗から見るとあんた相当怪しいぜ。怪しいだけやけんどな。アシュとおじさん喧嘩してるなの。何か知っとんやな、アシュセン。俺らに言ってないこと言っとる。おも、なんかあるんかな。し、俺はお前さんがやった可能性。いや、ワンチャンさ、このポジションさ、お前さんちょっと気づかれんか。色合い的にさ、茶色にピンクやけん、わかりとちょっとんってなるところあるぞお前。ちゃんと隠れるとんかなこれ。俺がなんでだよ。アシュセンが。俺があの時間にアルバートを訪ねるのを知ってたのは本人とお前さんくらいのものだ。アシュセン知っとんじゃん。ちょうど俺が訪ねた時に死体が転がってるなんてのは悪意を感じるタイミングだ。あるいは入念に計画されていたかだな。てかアシュセン知っとったんやな。
ケース遠崎が訪問するってこと、どこで気づけたんだ。ふざけるな。おう。あ、どっか行った。お互い犯人だと疑ってたの。そういう関係だったんじゃ。ねえ、アシを追いかけないなの？まだホテルの中にいるかも。あ、そういう感じで追いかけることもできるんやな、この後の展開。なになに、女の子に慰めに慰めてもらいに行ってるのかい。客室かな。だったら女の子がいるってことを分かってるからね。知り合いの女の人がおるという情報をこちらは聞きつけてるからな。他の世界線でどんなお姉さんなんだろう。勝手にお姉さんっていう感じで想像しておくと、年知ったかもしれないから、お姉さんっていう感じのお姉さんではないかもしれませんが、まあ、お姉さんだったらいいなっていう俺の願望。どっちかって言ったらお姉さんの方がいいからね。ここケース盗賊の部屋やけんな。もう一回ちょっと開いてみよう。知らない人の部屋にいたずら早くそう。これ、ね、ドラクエの世界だったら中に入って壺とか割ったりして自分のものにしてええもん。ドラクエだったら、まあドラクエじゃないんですけど。あ、出たところに普通におるんじゃ。お前ここにいたのか。あれ、俺に会いに来たみたいな感じで。どうした、何かあるのか。そうだ、お前俺の落とし物どこやった。ああ、ここで渡す感じになるんじゃない、この事件性、時間的には。これ、ああ、俺が助かったぜ。メニューから出さってもよかったんか。こっちじゃ俺メニューから、前はメニューから出しとったんやけどな。俺が自動的にやってくれよったな。なんか昨日は悪かったな、一人で現場を調べさせて。何をやってたんだ。またお前は後輩にこんな仕事させて女の子とイチャイチャしてたんか。まあ慌てることもないだろう。ここで一旦情報整理していかないか。悪いと思うんだったらその女子を俺にも紹介しない。お前ももう聞いたか。何を。ユースティスは遠崎が犯人だとほぼ断定してるってさ。あ、この時系列だったらここでこういうことを言ってくれるわけね。そういやさ、博士の家行った時はさ、こんなタイミングでアッシュ戦と話してなかったけんな。僕は博士のラボを訪ねた時のあの人の記憶を見たんだ。あの人は犯人じゃないと思う。物的な証拠はまだないけど、博士の家には隠された部屋があって、そこがラボと寝室をつなぐ抜け道になっているんだと思う。抜け道？あのラボは密室じゃなかったってことか。それをこれからもう一度探りに行こうと思ってる。アッシュにも手伝ってほしい。こんな感じか。あれか、1日目の2回目でその博士の家の仕掛けといて地下に入ったんじゃ自分で。で2日目の方はそのアイリさんがもう銃でバゴーンって壊したんよな。あー、やばいぞ。タイムリープとかしまくりよったらどのタイミングでどういうことがあったかっていうのが頭こっちゃこちゃにある。あー、そうか、これアシュ戦と一緒になるんじゃ。今回最初からアシュ戦と一緒って感じで訪れるんじゃこれ。あー、最初からアシュ戦と二人でおるってなんか心強いな。2日目の2回目の時やって結局アシュ戦に助けられたところあるけんな。アシュ戦が来てくれてなかったら俺死んどったもんな。2回目も悪い、女の子とデートなんだとか言われてさ、現地に行くのさ渋られたら俺死んどったんだ。でここに来たわけじゃ。でおそらくやけどここにアイリおるな。こう流れ方したらアイリおるわ。来た。その秘密の部屋にはどうやって行くんだ。ね、各部屋に散らばった天球儀のパーツを組み合わせるんだ。あ、で見てみたらあれ空いてるみたいな感じになるんじゃないのこれ。ちゃうかな。
アイリーがおるんだったらそういうことになるんやけど、あれこれ成功法で開いたな、この音。もうあー話は適当すぎなのよ。ってことはアイリー来てないんやな、まだ。こんなに部屋を散らかして。ほんまや、こんなアイテムあったんやっていうようなもんが床散らがってるわ。何をどうしたらここまで散らかるんだい。なんなんだよあれ。いやいや、わからないのが普通だろう。どの仕掛けもほとんどヒントもなかっただろう。まあ俺はと聞いたんですけどね。確かにそうだ。僕は博士の記憶を見たから解くことができたけど。アホかアホか。博士の記憶とか見たけんか。そうだった。ごめん、アシュセン。俺はノーヒントでって言うたけどさ、バリバリヒントもらっとったんじゃ。それこそ春にしか見えないヒントはね。例えばよう考えたらあれやって。置く場所のこととかさ、夢で見んかったら、やな。あ、暗証番号もそうじゃ。そうじゃなきゃ絶対に無理だった。変だな。何が？まるで僕にだけ隠し部屋を見つけられるようにしていたみたいだ。博士がこうなることを予想しとったかのごとくやな。春の能力だったら この入り方はわかるだろうみたいな。だとしたらなんでだ？それ言うたらさ、春が担当になるってことも、なんなら自分が刺されて殺されることまで予言しとったような。だが、分かっとったかのごとくになっとるよな。そこまでなると。ま、後で片付けておくからさ。うん、一人でやってよ。俺、だるいの苦手だからな。これでいいはずだよな。うん。開いた。マジだったんだな。マジだったんだよ。来た。あ、こんな階段だったんじゃ。今の絵、そんな見たことなかったような気がするけど。来た。今回アーシュ戦おるからな。こんな地下室、リリーは知らないのよ。博士の秘密のラボらしい。なんだかおかしいなの。あ、そのおかしいなのは毎度毎度聞くな。ここに来てからネットワークに全然繋がらないのよ。いつも言いよるな。この部屋には通信を妨害する装置があるんだ。さて、何が出てくるかな。まあ何が出てくるか、どこへ何が出てくるか分かってるんですけどね、こっちは。こっちドラ。おっとっと。まあ見てないもん、ちょっと見といてみようか。せっかくやけんみたいなコンテナとかあって、なんこれ。あれ、なんこれ、なんこれ。これは何かの記録装置か。オーディオレコード、声が入っとん。しかもこれ、え、いけるんこれ。なんか曲見えるような感じになってるよこれ。え、でもどうやって、この光り方見えるやつでこれ見えんのか。これは生体認証。あ、なんかこれはナイフケースの方でこれ。こんなん見てなかったぞ、これ。これまで。あ、見える見える。オッケーオッケーオッケー。なんか見えるんか、これまで見えんかったもんが。よし。あ、植物。これでいいだろう。あれ、ケース遠ざけ。で、これ、博士地点やな。これは砂漠で育つ植物だぞ。すぐに枯れてしまうかもしれない。その時はまた連絡を取ることにしよう。確かこれがそのなんだろう、なんだろう。俺なんて言おうと思ったっけ俺。変異体が放つなんかエネルギーで反応して育つみたいな話なかったっけ。そんなに興味を持つようなものか。確かに少し変わった特性はあるが、ま、研究の成果は次会う時にでも聞かせてくれ。この植物、ケース遠ざきに提供されたものなんやな。いつになることやら。あんたが死なないうちには会いに来るさ。で、会いに来たら死んでたみたいな感じなんだろうか。それだけ、それだとケース遠ざきが会いに来た理由ってもなんとなく分かってくるけどね。こんなもんが見えた。
まあ問題のやつ開いてみますか。おい、来たー。見ろ、博士の遺体だ。うん、うん、これでシステリアの情報。こっちのルートだったらこっち、ここで初めて見るんよな。すぐに局に連絡しなくちゃ。そうだな。で、どうなる？局に連絡を入れてくる。お前はここにいろよ。あー、これでハグれるパターンのやつじゃ。これで一人聞いたるパターンのやつじゃないですか。なんか嫌な予感するわよ、俺。誰かがこのポットに遺体を隠したのか。システリア、この人形の名前か。この辺の展開はもう一つのルートの方でもあったような気がするな。アイオン粒子で稼働する人形、このポットは博士がこの辺は聞いたな。記憶の中で博士の殺害現場にいたのはこの人形だ。博士ね、この辺の会話は一緒か。できた。アッシュだ。早かったの。違うな、これおそらくアッシュじゃねえな、これ。足音で判別するの？お前猫か。いや、確かに猫っぽい耳ついておくけど猫やん。足音で主人かどうか判断するって猫のやり方じゃん、お前。隠れる？待って、俺が隠れんの？俺が隠れなあかんの？いや、自動だった。あれでもなんかこの角度なんか見たことあるわ。まったく、あの男はほんとしつこいったら。で、あの資料見たんやな。春に関しての何かを知るような。あ、アシュセンがなんか、え、アシュセンが追いかけた後感じに。隠し部屋か。相変わらず用心深い。この辺の会話は一緒やな。で、読むんよな。これかねえ。で、それを知った上での話か。あ、なんか連絡来よる。え、連絡来よんか。違うな、ここになんか反応しよんか。いてー。あっちゃー、失敗失敗。なんかこれに反応しよったな、植物に。どうして？俺からアイオン粒子出てきてる感じになっとるよ。それで見つかるわけじゃ。こっからか問題は。僕の後ろに隠れて。いやー、これが噂のステルスパードではないか。だよねー。こういう感じで解除しないと。解除装置はお姉さんのいる方にあるのよ。注意を逸らすために何か使えるものはあるかな。そこでこれなんやな。どっこっからどういう弾道に投げれるかな。こうかな。誰かいる。逃げるかな。そらしたらな。なんとか部屋の奥まで行くなの。ここじゃなくてね。うわ、これか。うぅぅぅ。いません。あ、そうか、この植物反応してしまったんか。だからこっちにエイム合わせてきた。おい、クラウドファンディング、お前流れんのか。クラウドファンディングダメか。あ、でもこっちあるもんな。そこにいるんでしょ。いません。で、こっち、いや、もうちょい遠く投げようぜ。わ、待って、動くわ。動くに決まっとんだろ。セーフ？今セーフ？ここで何をしていたのかな。うわ、どうしばよ。動き止まったな。でも春サイオンいるんでしょ。いませんって言うんでしょ。おーい、いません。これ使おう。んで隠れても無駄だよ。え、これでいいんちゃうん。
ブーン、オッケー、来たー。これでええんか、ワンちゃん音でバレんかっていう音してますけどね。とりあえずオッケー。いや、こう車線、お、車線見えてない。今ワンちゃん車線見えとったぞ。お前目線に入っとってもおかしくなかったじゃないか。お前いるんでしょ。ワンちゃんアウト臭かったけど。えい、うそーん、そんなんさっき言ってん。どこ、じゃあ何もしてません。え、じゃあどこロック、あーもう一つどっか、あれだよ。どうすればいいん、どこだどこだ。あ、まずいこれ。あー、こっちか。逃がさないよ。やばい、追いかけられてる。なんだかなった。でも場所分かったな。下手な考えはよしたら。投げるもんがない、投げるもんがない。はい、でもやばいな。どうしようどうしよう。こっからどうやって移動させよう。これでいいんちゃうかな。いいね、いい位置、それ、いい位置や、それもらい。だから言いませんって。よし、あー、こっち来たらあかん、こっち行けたら。ああ、危ない。なんでこっち来んねん、なんでこっち来んねん。はい、ギリー、はい、ギリー。わ、こっち来た、いける、もうここまで来た。はよ、開いて、はよ、開いて、はよ、開いて。はい、オッケー。わー、危な、ハラハラするわー。一回でクリアできて終わった。死んだら死んだでどうなったかっていうのちょっと見てみたい感はあるけどね。あー、こわ、出てたら、あ、こっから出るんやな、つまり。ん、ああ、お前どこから出てきてるんだ。こっちに通路あった。待て待て、どうなんだ。いや、普通に追いかけてきとんかい、お前も。はい、でもね、あの時と一緒じゃ、2対1だ。俺のこと撃ってもな、アシュステイが取り押さえるぞ、お前。おい、ナチュラルに出ていくな。待てて、いい加減話を。ナチュラルに出ていくな、お前は。あー、やけて、すごいスピード。あのスピード感覚だったら、なんで追いつかんのだろうな。もうなんとかなったわ、よかった。僕らも追いかけよう、リリー。でも追いつかんのよな、どうせ。どう？この辺りには見当たらないの。あの二人、どこ行っちゃったなの？アッシュも連絡がつかないし、もうなの。ってわけで、これは局長のところ行くルートになるんかな、この後。地下のスキャンが始まってるなの。地下室はスキャン現場の。分かったなの。ああ、今日はもう帰るの日か。ああ、こうなるのね。はーい、管理局が追跡してるのよ、心配いらないなの。なるほど。で、こういう感じになって、この辺は一緒か。よっしゃ、これで全部埋まったね。
局長、先に帰ってもいいっすか。ところでね、ちょっとディスクラネファンたちが集まるディスコードサーバーでね、ちょっとこんな話を聞いたんですよ。なんかこの3日目の審問が終わった後のこの会話、アシュセンが局長先に帰ってもいいですかってこう帰るところあるでしょ。この後でね、あるところに行くととんでもないものが見えるっていうことをですね聞きまして、全く相変わらずね。いいわ、ちょっとそれ見に行こうかなと思います。アッシュとあの女の人が何を話してるの。これだよ、なんか3日目のラストにこの二人が会って話をしているっていうところが現場があるんですよ。様子を見るのよ。なんか重要な会話聞ける、もしかして。アッシュとあの女の人、重要な会話聞こえてこんで、様子を見るはいいんやけど、これだけか。何話してんだろうって感じ。でも何気にさ、言えばエンディングでさ、システリアかっこマイがことをうちに来た時さ、二人揃ってきたんよな。やけんここで何かしらの会話があって、こう二人が結託状態になったって考えてもおかしくない状態ではあるっていうことらしい。いや何話しとんだろう。もうちょっと近いところで聞かせてくれ。ああ、というわけでこの二人がさ、このタイミングで何らかの関係性を持ったってことは間違いなさそうなのよね。もしかして2日目とかからなんかアシュセンここに会いに来たみたいな感じのことを言おったけどさ、もうあの辺りからつながりが始まっとった可能性もある。だとしたら前々から知っとったんって話になる。ふんふんじゃないわお前。あれは気になってみようやね今。というわけでやっぱエピソード2さ、すごい楽しみになってきたな。その辺りのこともさ、エピソード2で分かってくるんかもしれんな。どういう展開になるのか、時を戻してどうにかしてシステリア、マイヤーのことを知らないように持っていくことをするのか、どうなんだろう。楽しみでやめたら仕方ないね。そんなエピソード2、12月発売予定です。楽しみにしとってください。人が少ないけど拡張部の中にみんないるのよ。とりあえず今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。またエピソード2でお会いしましょう。お疲れ。